2018年5月2日の朝7時3分になりますけど、相場解説になります。これは1時間なんですけども、ボックスを3回連続で引いてですね、この箱の上限に触れたら下に行く下限に触れたら上に行くっていうことを繰り返してましたけども、どこかで上か下にブレイクするってお話で終わっていたかと思います。で、今回はですね、こちら新しいボックスをこういう風に引いてみますけども、上限に触れたら下に行くんではなくて、上に行きっぱなしでついに、109円の83に、まあ、おおむねですね、109円とか110円の方に向かっていきましたね。で、ここでですね、ブレイクしたこの一本の陽線に注目してみたいと思います。ここで15分足見てみます。さあ、大きな伸びを見したところが、こちらの方かなと思いますけども、ここの3本のですね、3ペイと言ってもいいかな。これですね。これ。この3本連続で赤になってますね。ここがブレイクのポイントかなと思いますので、ここで買いに入ると、まあ、ここの水準までですね、大きく取れているってことになると思います。1時間足戻してみますね。こちらの陽線ですね。ここがポイントです。ここの陽線が、上昇なんだなというふうに捉えられたらね、もう勝てるんではないかなと思いますね、ここ。これ3つですよ。これが出た時に、いけるなと思って15分でも出てると。で、4時間の方行ってみますと、4時間、これですね。いいのが出てますね。だからここ赤がぐんと伸びてます。こちらね。ここで取れていればなっていうところですよね。まあ、なかなか難しいと思うんですけども、やっぱり全体の時間軸が、これデイリーですけども、デイリーでも買いになってます。ここのゾーンを突き破って伸びてますね。ここですね。で、ウィークリーはやっぱりここの V になってからここまで上がってますよね。で、どこまで上がるかってことなんですけども、やっぱりこれが見えていればちょっと強いのかなと思います。まあ、例えばですね、ここかな、この辺りですね、ゾーンがあるのは、ここまでは上がっていくんではないだろうかと思いますね。ウィークリー見てみますと、どんどん上がっていってということです。さあ、本日も、まあ、一応見てはいくんですけども、特にエントリーの私はエントリーしないかなと思います。まあ、ご覧のようにですね、ここのボックスを引いたときは上か下にどっちかにブレイクしますから、まあ、ブレイクする瞬間をやっぱり見極めるトレーニングをしていくことかなと思います。私は明確にここだっていうふうに思えるまでちょっと細かく見てなかったんですけども、しっかり見ていればですね、まあ、ここに気づけたかなと思います。まあ、今回は振り返ってここで入れた方はラッキーですよね。まあ本当にね、もうこれで上がりますよ、みんなで買えっていうふうに私も予告できればいいんですけども、ちょっとそこまではできませんので、まあこういう傾向として、このレンジを破るときっていうのは、こういうふうな形があるよってことを覚えていくことができるかなと思います。ちょっと明日は、できないのかな、5月3日。明日も明後日も相場あると思うんですけども、明日はちょっとね、相場解説できないかもしれません、すいません。で、4日を見ていって、7日からね、しっかりと、土日は休みですから7日からまたエントリーするポイントを一緒に探していければなと思います。それでは本日は以上です。